カナタくんにずっと憧,あ憧れ <laughs> あて <laughs> お手紙をお預かりしております書道部の文字くんを演じました細田カナタです今日は本当にありがとうございますえーもう 一日全国公開から立ってそれでも本当にこんなに多くの人に見ていただけたんだなっていうことが今すごい嬉しいです今日は短い時間ですがよろしくお願いしますよろしくお願いしますあの細田さん文字く演じられていた時まだ高校生だったじゃないですか太陽、はいはい、人生で本作ってどんな作品になりそうですか、ね、そうですねまだまだ本当に技術,技術面でも精神面でも今より本当にまだまだ でしょう足りてない時にこの作品に出会ってで沖田監督を始めて本当に素敵なキャストの皆様に出会ってで一番なんか僕自身が影響を受けたのってやっぱりその南ちゃん演じる上白石さんの,その役作りも含めた精神的な強さみたいなところにすごい僕自身感化されてなんかやっぱ海もいっぱい入ってるし日焼けもしてるぐらいやっぱ日にずっと当たってるし、まあ、当然 毎日撮影があるるかから疲れるじゃないですかそれでもそういう顔一つ見せずにずっと現場でキラキラしてたのを見てあ自分もこうなんなきゃいけないなっていう風ににんかすごいやっぱ勉強になりましたし自分に足りてないところがまた新たに見つかってこうなりたいっていう風に思えたのでだから本当に何でしょう精神的な面で大きくこれからもずっと土台になり続ける作品なんだろうな,な,な,んだろうなっていうのはすごい感じてます。 でも私は本当にずっとモジくんを演じるカナタくんにずっとあがあ憧れすごく支えられて心を支えられて本当に、もじくんはカナタくんしかいないなって今でも思えるので、うん、なんかあのみなみを引き出してくれたのはもじくんの,あの懐の広さとかがあったからだなってすごく思います。はいえー、とても助けられました、はい なんか私お二人が本当の兄弟みたいに思えてきてなんか他の作品でも兄弟役をやられてたりするから何の打ち合わせもなくなんかこう動きがシンクロしていく感じとかはすごくなんかうんず,っとずっと長く共演されてきたのかなって思うくらいなんか心のつながりみたいなものを感じましたお二人の<れ>。お兄ちゃんが合わせてくれたような 感覚なんですよ僕の中ではいやいや僕は本当に弟が合わせてくれた <laughs> <laughs> やっぱりつがってるんですかねつながってるんですねなんと原作の田島レッド先生からお手紙をお預かりしております,、えー、す代わりに代読をさせていただきたいと思います 全国公開おめでとうございます。撮影の時、沖田監督が笑いながら撮っていたのが面白かったなと懐かしく思い出します。演者の皆さんにお会いする時いつも挙動不審ですみません。優しく対応してくださりありがとうございます。一生の思い出です。田島レッドと,と。嬉しいですね。いやなんか、だって手紙なんて今もらわないじゃないですか。メールでやり取りするから。だからなんか余計嬉しいですね。こういうの これちょっとなんか偉そうなお願いみたいになっちゃうかもしんないんですけど多分見終わったからこそこの,子この人とこの人の関係が好きだったみたいなのが多分誰かしらあるとは思ってて例えばじゃあ南と友光の関係が好きだったとかでなんかその関係が何で好きだったのかって多分まあやっぱり本当に温かさだったりとか何かちょっとした雰囲気だったりとかだと思うんですけどなんかもしできればその。 温かさみたいなのを今度自分から別の人に投げてあげてほしいなっていうのは僕はすごい思っていて例えばじゃあお父さんと最近連絡取ってなかったから取ってみようとかってそういう本当に些細なことでいいと思うんですけどなんかそういうことをしていただけたら多分多分映画の作品以上にそこに素敵なつながりみたいなのが生まれると思うのでなんかぜひぜひそういうのは大事にそしてなんか自分から。 してこれは見,見終わった方々だけの特権なのでしていただけたらすごい嬉しいです今日はありがとうございましたありがとうございます